立体型のマスクの作り方をご紹介いたします。スワニーでは、寸法図もご用意しております。こちらの方は実物大に縫い代付きの型紙がついておりますので、このまま切って使うことができます。先ほどの寸法図を実物大にカットして使っていきます。縫い代付きなので、そのまま生地をカットしていきます。で、一箇所脇のところがこちらが輪になっておりますので、広げるとこのような形になります。同じものをもう1枚合わせて2枚裁断します。裁断した2枚を中表に合わせて両側をカーブの部分をミシンで縫っていきます。次に今縫い合わせたものを広げていきます。で、今縫った中心のところ同士を合わせて鼻側の上側ですねと顎側の下側をミシンで縫っていきます。で、顎側の下の部分には一箇所返し口を縫い残してください。返し口から表に返していきます。こちらの部分からひっくり返していきます。表に返せました。全体をアイロンで整えていきます。そして顎側と鼻側上下ですね、そちらの端をミシンでステッチをかけていきます。両側を出来上がり線で折っていきます。今折った両側をミシンで縫っていきます。表通し口から通していきます。ゴムは結んでいただき、結び目を中に入れて完成になります。